お疲れチャンスラッです。今日はですね、こちら最新フェニモンミラー枯渇をやっていきたいと思います。というわけで、新しい枯渇デッキを作ってみました。はい、なので多分世界でこのデッキを使ってるのは今んとこ僕しかいないと思います。まあ、わかんない。偶然ね、同じ発想で作ってる方がいると、まあ、いるかもしれないんですけど、はい、作ったんですけど、まあ、そこそこに強いです。はい。というのもですね、現環境今流行ってるこのフェニモンロイフグっていうのがあるんですよね。そう、めっちゃ強いんですよ。めっちゃ強い。これを、あれ一緒やんっていう。はい。クエイクロイフグをミラーバレルにしただけです。はい。まあ、作ったとか言って、まあ、生意気なこと言ってね、全然ほんとテンプレーをもう少しいじっただけで、まあ、誤差なんですけど、まあこれめっちゃ強いです。はい。というのもですね、その今紹介したロイフグであったりだとか、まあなんかね、最近の、まあそれこそディガポイとかにも、やっぱミラーバレルっていうのがね、結構刺さりますね。やっぱポイズン環境っていうのもあって、やっぱバレル1回目はね、ウッドで守られる。けど、2周目のバレルは、やっぱ相手がポイズンだったり、それこそクエイクだったりするんで、ファイボっていう選択肢じゃないので、2周目のこうミラーバレルが単純に刺さるっていう。そう、ポイズン防衛、クエイク防衛だとね、やっぱダメージ入っちゃうので。というのもあって、チンパン G 来ました。ヤナアメだったら萎えるなーと思いながら、一旦ロケットを押し出します。文句もおるやん。まあ、トリネも嫌だしね。まあでもこんな感じで、離したところに配置して、マジ、キングおらないでと思いながらの。よっ、にゃー強い。てか、なんならさ、これ、卵起き上がれ。バレルも行って、ヤナアメも使ったね、あなた。さ、キングおろうぜ。いけ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 、マジで。チンパンはね、お仕置きです。はい、グッドゲーム。ミラーもね、いい味出してます。なんだこいつマジで。おもろすぎるな。枯渇でこんな早くさ、試合勝つこと、まあないっすよ。はい。というわけで、この、まあ、ミラーバレルも強いし、今みたいな大型に対して、エレジャイ、エリゴレ、まあ、ゴレとか、に対しては、この、誰だっけ、名前が。マジでやばい。え？あ、ロッキーホースね、名前忘れるなんてことある。キノコ。はい、まあ、キノコミラーもだいぶ強いので、まあ、相手によってね、まあ、ミラーを変えれる、バレルミラー、ロケホーミラー、あとは、オーホンマイグンです。また、また君。同じ？あとは、フェニックスミラーもね、そう、相手によっては強いので、モンクフェニフェニ。そういえば、フェニックスを加工されたらしいんですけど、マジで誤差ぐらいですね。本当に、もうわかるのはわかるんですよ。やっぱ、ウッドで卵がね、壊されるっていうのは、でかい変化だと思うんですけども、まあ、でかい変化といえど、まだまだ強いなって感じですね。よいしょ。いや、マジこれ、ヤナアメでね、2体行かれるのだけは避けたいんですよね。まあ、トルネだったらありがたい。さあ、これ絶対何か残るんでね。さあ、ゴブリンバレルも飛ばして、右にこれ、お、ファイブだ。珍しい。久々に見たら。もうやばいっすよ、これもう。マジで。で、固まっとけば、相手の呪文もね、ある程度跳ね返せるよと。何これ、今日はエリゴレ退治の回。なんか、こんなんしかいねえんだけど。さあ、ボコボコです。はい。大型呪文とかはないんですけども、まあ、ロケホミラーで。ですね。まあ、あとは、それこそ相手にやっぱ文句がいると、ロケット押し処理されちゃうじゃんってなるんですけど、逆にキング起動できちゃうんですよね。相手のロケホに対して、まあ、この辺の位置、ロケホ、文句に対して、ロケホをね、この辺に出しとくと、よいしょ。おお！今のはマジで偶然です。はい。そこまで考えてなかったです。はい。みたいな感じで、相手の文句の反射を利用して金機能もできるんで、まあ、そう考えると、めっちゃ強い。うん。やっぱプリンセスとか入れるぐらいだったら、まあ、今の環境は、まあ、ロケ砲の方が、この大型がいるんでね、いいかなっていうイメージですね。さあ、どうしようこれ。まあ、攻めてもいいし、まあ、ライドラも使ってんで、一旦ここをしばっか。相手の呪文何だったっけ？全然覚えてねえわ。さあ、で、右側も来そうだな、みたいな思いながら、さあ来た。うわ、すごい。でも、これを守れるのがね、多分このデッキなんですよね。よいしょ。強い。で、フェニックスも最悪ね、ウッドでしばける。いや、マジすげえ。めっちゃ拡散してる。
もうこんな守る必要ないんですけど、ちゃっちゃ攻めちゃえば終わると思うんですけど、はい、というわけで大型もしばきますね。基本的にロケット方式をいっぱい出すイメージですね。本当にロケホンミラー1周目トレネでやられても、ヤラメでやられてもミラーで出してしまえばある程度は守れるんで、キングさえおられないように守って攻めてしまえば、まあ1-1交換してもまあ大丈夫かなというわけで、いやめっちゃ強いです。はい、めっちゃ強い。まあ負けるで C って言ったらなんだろうな、もともとこのクエイクロイフのこの方が本当に完成されてるんで、まあでもクエイクじゃなくなったんで、まあバレルミラーで削れるとしても、あれですね、エリポンですね。エリポンだけはやっぱ溜まっちゃうんで、まあ、サインエリポンぐらいですかね、ちょっと大変なのが。まあでも、エリポン積まれて、形組まれても、防衛に関してはちょっと強いので、気合で守れてって感じかな。さあ、流行りのこの ISP ゴブリン系ですね。こういうのに対して、そこそこに強いです。ミラーバレルが刺さります。まあ今回の相手は、まあディガポイかロイホグか、わかんないですね。まあロイジェイもあるし、なんでもある。マジ、これ系のこのデッキにね、マジミラーバレルがマジ刺さるっすね。あー、マジロケホン。ひどいっす。さあ、これも、相手のね、結構いい攻めですけど、カウンターがね、はい、一旦ね。でまあこれに対してはウッドがあると思うんですけど、今回の相手はあーめっちゃうまい ISP。 いや待って、完璧すぎる。え、さてはよし。いやロイフリンマジで負けたことないんですよ。けど怪しいです。一旦耐えますね。マジミラーバレルがね、ものすっごい刺さるんですよ。いやー、ロケも強い。しかもゴブリン使った後とかだと、マジ爆刺さりすんですけども、今んとこちょっと痛いですね。そう、キング起動できなかったのちょっと痛いな。耐えて、まあこっからっすね。見ててください。まず1周目ですよと、反射もできちゃうよと。うわー待って、温存。さあ、まさかの温存は想定外です。ウッド温存やばい。ミラーバレてるわけないですね。しかもゴブリン使った。これ定位置でよかったですね。でもマジこれが強いんですよ。いやー待って、めっちゃ綺麗な防衛されてる。でも最悪ロケを行かれても、うっ、耐えろ耐えろ、よい。さあ耐えていく。さあ定位置からのちょっとミラーはバレちゃってんで、ゴブリン強要やっすね。それはロケット押しが強いよと。いやだいぶ守れる。でも相手もねだいぶ守ってきてるっすね。でこっからのマジ稼ぎはお前しかいない。さあウッドのタイミングが、いやマジ定位置でいい。うう、相手の防衛エロ。やばい、耐える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 、マジで死にそうになりながら耐えてる。お互い様か。それはマジ耐えてる。
残る？一発？やばい！うわあ、マジかよー。いやこれは悔しいっすね。ロイホグ防衛。わマジか、負けたことなかったんですよこのマッチ。マジで。うわあ、ちょっと悔しいっすね。あれを勝ちたいんですけどね。相手の文句で俺がちゃっちゃ近畿道できなかったのが良くなかったっすね。悔しいな。そう、なんか見た目意外ときつそうに見えてめっちゃ相性いいじゃんと思ってたんですけども、普通に負けちまいました。さあでもやっぱミラーバレルはやっぱ刺さりそうですね。まあちょっとロケ法でキング起動をしつつあまりされないようにかな。まあされたらされたなんですけど、序盤であの文句をね美味しくいただきたいですね。さあ来た。いやマジで環境がこれ、これやべえ。フェニックスに行くか。あでも縁だ。文句で、うん、3タイル。なんか全然キャラの移動が読めないっすね。さあロイフが来た。マジ環境っすね。うっ、おいおい武器、これが良くないんすね。まあまあまあ、ここで俺も近畿道できるんで。さあ、先ほどのリベンジといきましょうか。いや、全然勝てますから、ガチ。よいしょ。さあ、今回は逆サイドっすね。さっきと違って。まあ、ギャングはね、あんまり使いたくないっすね。そのロイホク受けに。クエイクでしばかれちゃうんで。ういさあ、まあロケは来たら跳ね返そうぜぐらいで。跳ね返してあげて、まあ、一旦一周目っすね。ウッドか。さあこれはゴブリン用に。いやーいいアイスピだけど、さあ入ってる。もっと欲しい。ちょっと痛めなダメージが入ってるが、そんなん関係ねえっす。跳ね返す。え、アイスピードカス。しかもほいほいほい。いやーこれ熱い。受けがない。しかもレベル12だから火力も化け物。さあこんな感じでマジこれ理想っすね。これはギャング使えそうっす。しかも回転が速いのでバレル飛ばしつつもうワンバレル狙えるっすね。キング起動してなかったらもっと楽でしたねっていう話ですけども、まあされても結構戦える方だと思うので、まあ相手の文句を利用するっていうのも大事っすね。さあジョンよろしく。あマジで文句でキング起動しつつされないようにが理想っすね。マジで。さあ来た。ワンチャン3連単あるっすね。いやもう全然あるっすよ。もう同じ、みんな同じ仲良しデッキっすからね。 4,5 枚一緒で、ね、おー、いてー、そのポイズン。いや、避ける。やつすぎるな。さあ、ディガポイでしたね、今回は。まあ、このライフのロケオだと、近畿はさすがにできないと思うんで。うん。さあ、バレルミラー、刺さると思うんで、刺していきたいですね。まあ、ゴブリンが嫌だけど。いいや。さあギャング型か。一発。いかない。
さあこれキング起動したいですね、マジで。固まってくれ早く。それでもキング起動されるって分かってると相手の文句も固まんないっすね。さあ早めに出してキング起動されたくない。うん、ギャングか。ギャングいるとね完封されちゃうんで、ユニットと組み合わせてミラーバレル行きたいっすね。後ろ、うん、さあこれ当てれないのも痛い。なんか文句ギャングバレル文句塊も強いっすね。ちょっと何言ってるか分かんないけど、よいしょ。さあ壊しながら、いやーポイズンちょっと強いですね。まあもう一回待ちますか。おお、バレル警戒してるっすね。熱い熱い熱い、結構入ってる。さあこれ端前のこうやつも強いっすよ。うわー、いいポイズンが来そう。うっ、うっ、いいポイズンが来ちもうた。さあ磨いたダメージは追い上げてきた。ちょっと暇なんでフェニックスミラー反射して、やべ、何も反射してねえ。何してんの。まあ、でも熱い。さあこのミラーバレルが刺さる。いやマジででかい。なんでミラーが厳しいんだろう。普通に熱い。文句の反射。でまあここはギャング構えてると思うんで。いやーギリギリ危ねえ。さあしかもたまたま金起動もできた。これ熱いぞ。さあ固まって、ちょっとうざいんじゃないのからのミラーバレルで、うっ、ギャングで回転も早い。もう一発いける。あ、これ絶対勝ったやろ。うい、さあバレルバレルが刺さりますね。なんか文句出てるとやっぱカートサイクルも早いね。あのチャンピオン仕様もあるんで、そのおかげでね相手のサイクルを越せますね。まあ相手も早いんですけどね。さあカモン、すごい名前だな。これ勝てば10人かね。よいしょ。さあマジでモンクフェニックスゴブリンあたりは本当に固定されてるっすね。いや今回のデッキも同じっすよ。ディガポイかロイホグか、みんなこれだかんな。兄弟だ兄弟、本当にすげえ。ここまでみんな一緒のデッキになることがあるんだねっていうぐらい。さあマジ暇だな。まあトリトンとかもあるよね可能性としては。あーこの位置だと、お、なんか残りそうだな。あー近畿もせずに切っていく。うっ、危ねえ。さあディガポイだ。まあさっきもディガポイでしたよね。まあリベンジマッチというわけで。お、縦線だ。これ結構きついんじゃない。マジ文句だけ取ってるから。よし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 。いや意外といいダメージ、いいですね。左フェイクからの右本物ですよ。いやこれ近畿したいな。早く固まってくんねえかな。全然固まらんよ。さあ固まらないスタイルですね。まあまあまあ固まんなかったらなかったでダメージ受けないんでいいでしょう。で縦線か今回の相手は。いやーちょっとだけでもつついてこい。いいやつ。
さあ、迫撃リガーの可能性が出てきたな、縦戦だと。さあ、これ痛いんだよ。まあ、とりあえずはもうバレルミラーは刺さるな。マジ、玄関強、バレルミラーはめちゃ強。あ、普通のリガポイでしたね。これ、ウッド使ったらなんだ、偉いな。ウッド残してですね。じゃウッド残す相手には、別に普通に戦いますっていう。もう、ここで固まるか。拾うの熱い、拾えてねえ。まあ、なんかダメージ入った、もしかして。気づかない間に。さあ、ポイズンちょっと嫌なんでね、高めに配置したいけど。やべえ、ジャストタイミングウッドした。やべやべやべ、めっちゃ反射されてる。おもろいぐらい。そんなにっていうぐらい、綺麗に反射されてます。やばいやばいやばい。文句の反射で、ペースが、すごい、乱される。じゃあ、一回打つこ、一回。相手もね、ちょっと、イケイケになってる。これ熱いぞ。絶対入るやん、こんなん。てか、相手のさ、卵にウッド当たってね。ボコボコ。ああ、おっとおっとおっと。さあ、というわけで、相手の縦線がない時のね、ミラーバレル、ゴブリンがない時のミラーバレルは絶対刺さるので、投げ毒。こい、アイスウィズ。というわけでこちら、私が開発しました枯渇デッキ。いや、そこそこに強いと思ってます。皆さんもぜひね、やってみてください。よければチャンネル登録お願いします。では、大塚ちゃんでした。また。